この曲は一人じゃないというメッセージが込められています。コロナ禍で誰とも会えず苦しんでいる方々もたくさんいらっしゃると思います。そんな方々に捧げたいと思います。それではノットアローンをお聴きください。
ありがとうございました。ノットアローンをお届けしました。続きまして、カルテットの演奏をお届けしたいと思います。演奏いたします曲は命の奇跡です。この曲は NHK ドラマ10マドンナヴェルデの主題歌としてイギリスの少年合唱団リベラが歌いました。リベラの澄み切ったハーモニーが全てを浄化するような本当に美しい曲となっております。本日はこの曲をソプラノ、アルト、テナー、バリトンの4本のサックスで演奏したいと思います。それではお聴きください。
ありがとうございました。祈りの奇跡をお届けしました。さて、これからは演奏メンバーを増やしまして10名のラジアサンブルをお届けします。メンバーの皆さん、お願いします。この間に少し、この団体の紹介をさせていただきます。私たち富山サクソフォンクラブは2000年に富山県内の作詞愛好家が集い結成されました。その後毎年のように定期演奏会を開催しておりましたが、昨年今年はコロナの影響で開催を断念いたしました。従いまして今日のこのような場は私たちにとって非常に貴重な機会となっております。コロナの方もですね、少し落ち着いてきたかなと思われますので、また元のような活動を再開したいと思っておりますが、そのためにはメンバーをですね、また前のように集めなくてはということで、今日の演奏を聞かれましてですね、少しでもサクソアンサンブルにご興味をお持ちになった方はですね、ぜひ、私どもの団体の Facebook ホームページがございますので、そちらの方からぜひご連絡いただけたらと思っております。それでは準備ができたようなので、10名で演奏します。演奏します曲は鬼塚千尋の月光です。これは鬼塚千尋の、最もヒットしたナンバーだと思います。それではお聴きください。
ありがとうございました。それではここで本日出演のメンバーを紹介させていただきます。お客様から向かって左側から、ソプラノサックス岡田昭弘、ソプラノサックス山井かな子、アルトサックス高橋ゆかり、アルトサックス吉田信人、バリトンサックス上村義行、バリトンサックス島和也、テナーサックス木戸水香、テナーサックス山崎理恵子、テナーサックス柴田大輔、そして私アルトサックスの松木義でございます。ありがとうございました。早いもので次の曲が最後の曲となります。本日はですね、タイムテーブルが20分ときっちり決まっておりますので、まあ、最後の曲イコールアンコールみたいな気持ちで選曲いたしました。最後にですね、また次の機会に私たちの演奏で皆さんとお目にかかりたいなという思いを込めて、昭和のヒット歌謡から尾崎紀世彦のまた会う日までを最後に演奏いたします。本日は誠にありがとうございました。Thank you.